サントリーの挑戦状、平野紫耀27歳の誕生日に見せた新 CM への期待。最近、注目すべきイベントがコミュニティに鮮烈な印象を残しています。それは、芸能界の注目株、平野紫耀が27歳の誕生日を迎え、これに関連して大手遠慮メーカー、サントリーの動向がファンたちの間で騒がれていることです。平野の誕生日に寄せられた SNS 上の祝福の中で、 特にサントリーの投稿が話題となりました。サントリーは、お誕生日おめでとうございますとのメッセージとともに、平野の名前を直接明かさず、27本の緑色の飲み物で囲まれた画像を投稿しました。さらに、画像の一部には、平野書という文字が見え隠れしており、これが新たなプロジェクトへの強烈な匂わせとなっています。サントリーは平野に向けて、祝福の意味を含んだ投稿を行いましたが、 彼の名前は言及せず、代わりに年齢や特定のキーワードが散りばめられた画像が添付されました。これにより、新しい CM にエイヤが起用されるのではないかとの期待が高まっています。サントリーは過去にも新しい地図などとのコラボレーションで注目を集め、企業文化がアーティストを応援する姿勢を持っていることが知られています。これに関連し、 平野や新しい地図のメンバーが新しい CM の可能性についてファンたちの間で議論されています。芸能プロ関係者によると、サントリーは過去にも同様のアプローチを採用し、業界全体に新しい波を巻き起こしているとの声もあります。ただし、このような企業とのコラボレーションには独自のルールや規範が存在します。過去のジャニーズ事務所の問題を踏まえ、 サントリーは厳格なコンプライアンスに基づいており、社会的なルールや案には厳しく対応しています。これにより、芸能人やアーティストの起用においても慎重な姿勢を崩していません。その人気と影響力により、平野仕様は多方面で活躍しています。フランスの高級化粧品ブランド ISL のアジアアアンバサダーに就任すると、その魅力は絶大で、商品の売り上げは飛躍的に伸びた。 それだけではなく、彼は世界最大のファッションブランドである、ルイ・ヴィトンの代表的な顔でもあります。そう考えると、サントリーが新広告に平野選手を起用しない理由はなさそうです。今回の誕生日における匂わせ投稿を受け、平野の新たな CM 起用が近日中に発表されるのではないかとの期待が高まっています。ファンたちは、彼のこれからの活動に期待と興奮を抱きつつ、 コミュニティ全体が新たな展開を楽しみにしています。